はい、それではね、実際の工事現場を見ていきましょう。足場ですね。まずやっぱり足場がないと、基本的に外壁関係のね、工事ができませんので、足場の計画っていうのをね、しっかり立てていかないといけません。その中で、このようにね、駐車場が絡むケースが多いですね。車に対する養生対策であったりね、場合によったらやっぱり移動していただいてね、その間違う駐車場を借りるとか、何か移動するっていうね、ことが必要な時もあります。やはり何よりね、車の所有者の方ね、入居者の方に、その協力要請っていうのをね、しっかりとしていかないといけないっていうところがあります。で、この足場はブラケット足場といいまして、ブラケットですね、この写真のようなもの、これで、足場の、踏み板ね、人が踏むところ、アンチと言いますが、これを支えているような形ですね。で、これはシステム足場とかね、ブラケット足場、勝ち込み足場とかね、いろいろこう言い方ありますが、システム系ですね、もうこう形が決まっててカチカチはめていくような形で、これとはね違って、昔からあります枠組み足場っていうのもあります。枠組みの場合はね、強度的にものすごくこうしっかりしたものになりますが、ちょっと工事計画立てるにあたってね、ちょっと大掛かりになることもありますんで、費用的なところで最近ではこのねシステム足場を使われるケースが多いですね。で、もちろんね、この作業所、いわゆる人が踏むところね、この踏み板ですね、これのね安全確保っていうのは大事なところになります。ブラケットの場合はこのような形でね、ブラケットに足場糸をこう噛み込ませるような形、飛んだり跳ねたり、するわけじゃないんですが、足場板が簡単に外れるようでは困りますんでね。で、もちろん足場ですんで、建物の周囲組んでいきますが、やっぱり揺れます。それを止めるためにこのような壁から控えっていうものを取りますね。これは壁にアンカーで、穴を開けます、ね、ドリルで穴を開けてアンカーで、壁から控えを取るというような状態ですね。もちろんこれ足場を解体する際はこれを外してですね、その穴を埋めてっていう補修作業が必要になります。鉄筋コンクリートの場合はね、このような形で、しっかりとしたアンカーを取ることができるんですが、ものによってはね、このアンカー、いわゆる壁に穴を開けれないものもあります。で、こちらですね、これ壁に対する圧縮って言います。ジャッキって言ってね、足元にある、高さを調整するようなものと同じで、壁に対してこのジャッキで、圧縮するわけですね。グッと押すわけですね。で、要は四方を押して建物からね、揺れを収めるね。足場の揺れを止めるというようなものがあります。ただどうしてもこう壁にね圧縮でグッと押し付けますんで、壁にね傷がつかないような対策であったりとか、圧縮をつく位置ですね、そういったものの配慮が必要になってきます。ただやっぱりね、台風とか来ますとね、いくらメッシュのシートをね、いわゆる風を通すと言っても、かなり風を受けます。するとやはりね、足場が揺れて、場合によったら足場が倒壊するっていうようなこともありますんで、台風など強風の時はシートを一度めくるとかっていうね、対策も必要になってきます。で、もちろんね、周囲組むにあたって、このバルコニー側ですね、ベランダ側、こちらに足場が行きますんで、そこにはね、こう作業員の方がうろうろするわけですね。すると入居者の方にしてみたら、普段ね、上の上層階の方なんか特にね、こう景色を見てるのに、いきなり窓を開けるとパッとそこに職人さんの顔があったりするわけですよ。ですから、作業をしますということ、ね、足場を組んだら作業員がうろうろしますということを、きちんと周知徹底して、チラシ等でお知らせをして、ね、カーテンを閉めるなり、ね、プライベート確保っていうこともね、しっかりとしていく必要があるかと思います。次は、ちょっと塗装とかね、防水とか、次の説明に進みたいと思います。